ベルナール・アン・リレビは、フランスの哲学者、小説家、映画制作者、コラムニスト。1976年に、新哲学派と呼ばれた人物の一人。しばしば使命を短縮して、BHL と呼ばれる。フランス領アルジェリア、地中海岸の町ベニサーフで、セファルディム家系の家に生まれた。1954年に、一家は本国へ帰国し、 ヌイーシュルセーヌで暮らし、アフリカから木材を輸入する事業を起こした。リセパストゥール、リセルイコールルイコールグランを経て、1968年に高等師範学校へ入学、ジャック・デリダ、ルイアルチュセールの下で学んだ。1971年、アグレガシオンを取得した。同じ年、バングラデシュに渡り、バングラデシュ独立戦争を取材、帰国後の1973年に、 初の著作ボングラ、デッシュ、ナッシュのリスムダンラ・レボルシオンを出版した。帰国後、ストラスブール大学で認識論を教え、高等師範学校で哲学を講義した。1976年まで、フランソワ・ミッテランのアドバイザーを務めていた。1980年、非政府組織、飢餓に対する行動を、マレク・アルテール、ジャック・アタリ、フランソワ・アズ・ジルー。 アルフレッド・カストレル、ギ、ソルマンラと結成した。1984年、小説レディアブル・イエヌ・テッドでメディシス賞を受賞した。2003年のイラク戦争では、支持を表明して、物議を醸した。2011年のリビア内戦の際には、反カダフィ派への支援を惜しまず、窮地の中であったフランス大統領、ニコラ・サルコジに、カダフィ政権打倒を目指す。 国民評議会議長ムスタファ・モハメド・アブドル・ジャリルとの会談を進言した。サルコジはこの進言を受け入れ、アブドル・ジャリルと会談を行った上で、国民評議会をリビアの合法政権として政府承認した。2つのリビア軍事介入、哲学者が後押し大統領と窮地の中、朝日新聞、オリジナルの2011年4月2日、時点におけるアーカイブ、 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 1 0 4 0 2 1 5 0 7 3 3 h t t p w w w a s a h i c o m i n t e r n a t i o n a l u p d a t e 0 3 3 0 t k y 2 1 1 0 3 3 0 0 0 8 0 h t m l 2 0 2 1年3月30日へつ ありがとうございます。